とんかつです。オルトエウレカ解説雑魚編31回から39回までです。ナーガ巡回ですね。ランタゲで近づいて前方奥義視線攻撃をしてきます。ファントムレイ、こいつも巡回ですね。前方剣線、背面がアンチです。剣風、遠範囲攻撃なので離れてください。スパイダー、このパーティクルコリジョンっていう技、当たるとミニマムデバフが付与されます。ニードルスペーサーはただの単体攻撃ですね。ラミア、ただの範囲攻撃をしてくるだけです。シュワブチ、前方直線攻撃か前方奥義範囲攻撃をしてきます。ミノタウロス、スイングだったら離れる。スワイプだったら奥義範囲なので背面アンチです。キマイラ、ライデンの方向はドーナツ範囲なので足元アンチで、氷結の方向は円範囲なので離れてください。プレデター、何もしてきません。エンプーサ、ニーリングシックルっていう単体吹き飛ばし攻撃をしてきます。レブトイド、非アクティブ時に近づくと自身に強化バフを付与するので、強化バフが切れたら攻撃しましょう。以上、31回から39回の雑魚でした。